はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります、というわけで火曜日12時を迎えましたので、毎週恒例のお知らせチェックやっていきたいと思います。さあ、注目のイベントガシャ、何が来るのか。紫属性、紫デルタプラス来るのかベータ素材だと思うんだけどね。まあでもね、軽く、超軽く期待して見ていきましょう。お知らせポチッ。え、来た。え、来たんじゃねこれ。あ、違う、これマリーダさん。ガシャ開催イベントガシャ、これマリーダさんマリーダさんか。あー、びっくりした。マリーダさんだよね。バンシー乗るんじゃないよね。マリーダさんのあのデストレイモードだよね。いや、びっくりしたえ、だよね、バンシー NTD ね。これも紫なんだ。だよね。あ、プルトゥエルブ。あー、びっくりしたいやー、びっくりしましたねニアミスね、ニアミスだけど、これめっちゃかっこいいな、バンシー NTD。 バンシー自体好きな機体だからね、一角獣じゃなくてこの NTD、 そう、ユニコーンと同じく NTD のバージョンのバンシーめちゃくちゃ好きだし、マリーダさんも好きだし、いや、これはちょっとここで運営さんダイヤ使わせていくのか。まあバンシー NTD はちょっと引きたくなりますね。まあ後ほど証券チェックやっていきたいと思います。いやー、びっくりしましたね。はいイベントはバトルラッシュですね。はいね、木属性なので紫属性特攻で、配布機体は事前にお知らせのあったザク3回だっけ、違う、ザク3、サイコミュね、ザク3サイコミュ正式名称なんだっけ。はい、ということで、いやー、びっくりしたほぼほぼリディじゃんこうね、遠目から見ると。まあこれはちょっと取りに行きたいですね。バンシー NTD を取ってリディ乗せたらいいじゃん。ね、リディ乗ったもんね。これだけ。なるほど。アップデート内容、バトルラッシュの開始、イベントガシャの開始、キャラクター詳細、アンノーンの更新、ペッシェの対象のキャラクター以下となります。UR ペッシェモンターニュ、SR ペッシェモンターニュということで。まあ明日はアップデートのみですね。はい。いやー、ちょっとした驚きがありました。いや、でも楽しみな機体やってきたなー。楽しみな組み合わせ。これは、性能関係なくダイヤ使っていきそう。チケットでゲットできなければ。はい。では、この後、初見チェックやっていきたいと思います。ということで、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。